恐怖と恐れの反対は愛。二つは一つの表意一体、切っては切れないもの。ありのままの自分を愛せる、本来の自分らしさを取り戻していく、もともと自分自身の中にある。何も不思議なことじゃない。闇を受け入れることで本来の自分を取り戻し、光を知ることができる。味わいに来た、ただそれだけ。すべては自分次第。鍵を握っているのは自分の中。闇と光は切っては切れぬ表意一体。すべての答えはすでに内側。